達也君。うん。達也。うん。ほら、さっさと来いや。話してよ。あいつは千秋じゃねえか。おい、お前ら。試合前に厄介事に関わるな。そんな余裕はあんのか。さあ時間だ。さあ今夜のメインイベントは見逃せないぜ。ドラゴンヒート最強の男をかけた因縁のファイトだ。悪いことは言わねえ。まばたきなんかしないで世紀のファイトを目ん玉に焼き付けな。オーンザテイストリートが生んだクルエル竜。目下5連勝中の勢いは止められるのか。マットドラゴン達也。オーンザヘッド。達也のリベンジに燃えるのはこの男。我がドラゴンヒートの至宝ヒューガショー。今回は激しいバトルの末にギリギリ達也が勝利。だが今回はちょいと違うぜ。あのヒューガのボディを見てくれ。まさに人間狂気。あんな腕でぶん殴られたら銀河系の彼方までぶっ飛ぶぜ。さあ今回のオッズの発表だ。勝利の可能性は 50-50。この試合の行く末は神様にだって分かりゃしないぜ。一丁揺さぶってみっか。なんだ、前と随分様子が違うじゃねえか。俺に負けて余裕もなくなったってか。落ち目のファイターは辛いね。なんだ、マジでこいつおかしくなったのか。それともう一回やってみるか。この落ち目野郎が。うん、この目本当に俺への怒りなのか。なんだ一体。とにかく様子を見るべきだ。達也君。いや、奴は意外に冷静だ。ちゃんと見えてる。しかしあの目。え、ヒューガのあの目、何かに取り憑かれたような。あの目は。今日のヒューガは以前と違うわ。大技だけでなく確実に達也君を潰しに来てる。ガードを下げちゃダメよ。そこよ。本気を出しなさいよ。
ヒューガは以前と違うわ。大技だけでなく確実に達也君を潰しに来てガードを下げちゃダメ。ガードを固めて今日のヒューガは以前と違うわ。大技だけでなく確実に達也君を潰しに来てる。ガードを下げちゃダメよ。ガードを固めて
今日のヒューガは以前と違うわ。大技だけでなく確実に達也君を潰しに来てる。ガードを下げちゃダメよ。これが本当のヒューガの戦い。そこよ。
今日のヒューガは以前と違うわ。大技だけでなく確実に達也君を潰しに来てる。ガードを下げちゃダメよ。死ねえ。君が上がってるわ。その音だけは見なくてなの。
兄ちゃん、ヒューゴ、千秋、どういうことなんだ。くそ、なんてことだ。大損だ。信者も仕組んだ手でも甘かったか。次は私どもの手配で頼みますよ。試合前に挑発したのはなぜ？探ったんさ、あの変わりようの理由を、あの怒りの表情の理由を。で、どう感じたの？分からなかった。でも、でも怒りは怒りでも悲しげに見えた。悲しげ？ああ。で、お前さんはどうしようと思った？思いっきり言っていいのか見極めようと思った。戦いながら。どうやって？少なくとも相手が狂気的ならこっちは冷静になるべきだと思った。それは正解だ。精神的に同じ土俵で戦うことが真剣勝負の基本だが、時と場合によっては相手のペースに巻き込まれ、相手を見極めきれず敗北につながる。何事においても冷静さは常に必要だ。だがあれほど自分内の強さにこだわり、納得のいかない真っ赤とを嫌うヒューガがなぜあんなに変わったのか。純粋に達也君に勝ちたい気持ちが強すぎて空回りしたんじゃない？達也が感じたその悲しげな目つきってのが気になるな。この卑怯者！え？あんた兄を殺す気だったんでしょ？そうなんでしょ？ちょっとあんたさ、いきなり何を。兄は、お兄ちゃんは過去確かに人を殺した。私もそれで嫌な思いもした。格闘技なんか大嫌い。でもだからって殺さなくったって。達也、てめえ。お兄ちゃん生きてたの？千秋、お前生きてたのか。な、何これ。大丈夫か。怪我はないのか。お兄ちゃんこそどうなってんだ。妹は預かった。お前の妹は登場会のことをあれこれ嗅ぎ回っていたらしいな。お前の妹はいろいろ知りすぎている。危ない存在だと右京達也から密告があった。だから彼女の身の安全を保証しない。でももし解放してほしければ条件は一つ、右京達也を倒せ。それ以外方法はない。なんだよこれ。妹、千秋とはずっと絶縁関係だった。でも最近カムロ町で偶然見かけたんだ。その時は驚いて声をかけられなかったが、この手紙が俺の手元に届いた時、俺は急いで千秋の居場所を探した。だが行方は分からなかった。千秋さんはなんでさっき達也君にお兄ちゃんを殺す気かどうのとか言ってたの？この前達也君がお店に来た日よ。達也君が帰った後、初めて見たお客さんがいて、その人ドラゴンヒートのことにすごく詳しいみたいで、いろいろ教えてくれて。で、その客が言ったの。ヒューガは今度リベンジマッチをするけど、それは事故死に見せかけてリングでお兄ちゃんを殺す手はずの試合だって。で、それは右京達也が提案したデスマッチだって。それで？続きが聞きたければついてこいって言うからアフターに行ったの。そしたらそのまま拉致られて、ここに無理やり連れてこられたの。はめられたな。お前を拉致った男どんな男だった？君の悪い人だった。すまない。いや、いいんだ、理由が分かってよかったぜ。お兄ちゃんもうやめてよ。さっきリングで殴り合ってたお兄ちゃんの顔、あんな顔もう見るのは嫌。今回は事情があったんだ。いつもあんな顔じゃねえぜ。
いつものヒューガにはちゃんと哲学があって。あなたは黙っててよ。何が哲学よ。ねえやめて、こんなバカバカしいこと。バカバカしくなんかねえ。妹かもしれねえがヒューガの哲学を侮辱するな。ヒューガが今回変わっちまったのはヒューガのせいじゃねえ。達也、なんだか大変だったね。二人は心配ない。俺の知り合いのところにいる。しかしこんな太刀の悪い仕掛け、誰の仕業？わからんな。でもドラゴンヒートは賭場だ。いろんな仕掛けをしようとする人間は山ほどいる。犯人探しは難しいな。まあ注目が集まればいろんなことが起きる。気をつけろ。くそ、卑怯な。卑怯か、まあ、確かに。では卑怯ってなんだ？今そんなことに答える気分じゃねえよ。その答えを出すのはまだ難しいか。卑怯ってのはな、人の哲学をねじ曲げさせて踏みにじって強引に事を運ばせる最低なやり方のことだ。今日で6連勝10連勝もあながち夢物語でなくなってきた。その時は約束を忘れるなよ。分かっている。10連勝すれば例の約束は守る。奇跡か。本当にあるなら見てみたいもんだ。俺をこんなとこに呼び出して何の用だ？昨日クキがドラゴンヒートで誰かに襲われたんや。何？一命は取り留めたんやが意識不明の重体や。誰がやったんだ？まだ分からん。どういうことだ？まさか戸田を殺したのもクキではなかったってことか？心配するな。これからはクキ組に代わって我々ニューカ組がドラゴンヒートを管理運営する。お前らが？東上会本部からの命令や。マッチメイクも我々で行う。俺とクッキーとの約束はどうなんだよ？約束？10連勝で俺の身柄を自由にするって約束だ。ふっ、10連勝か。夢物語やな。何がおかしい？いやいや失礼、10連勝か。ええで、10連勝でお前の自由は保証する。確かだな。ああ、だがわしのマッチメイクはクキのように生優しいもんやない。入れ。明日お前と戦う相手や残留孤児三世の武闘派グループ古老会のリーダー張孔明。古老会？知らねえな。逃げるなよ。俺はお前に勝つ。必ず勝つ。勝たなければならない。お前には、お前にだけは勝つ。勝つ。なんだ、君の悪い野郎だな。初めて会ったはずなのになぜか昔から俺を知ってるような目をしてた。まるで親の仇を見つけたかのような。いや、そんなことより誰がクキを襲ったんだ？そして戸田を殺したのは誰なのか、それもわからない。何にしても情報が足りなさすぎる。
相手が悪すぎだぜ。Shut up!